八津橋運動公園秋田市八津橋運動公園公式野球場球場正面2016年の命名権実施後先駆け八津橋球場のプレートが掲げられている秋田市八津橋運動公園公式野球場は秋田県秋田市の八津橋運動公園内にある野球場現在球場の名盤は秋田市八津橋野球場と表記されている施設は 秋田市が所有し、秋田市教育委員会スポーツ振興課が運営管理を行っている。2016年4月1日からは、秋田伊佐信奉者が命名権を取得し、先駆け八橋球場という故障を用いている。1941年9月、秋田市営八橋球場として完成。八橋球場は戦後秋田県内の野球の中心的な存在となり、高校野球、 社会人野球など、アマチュア野球公式戦が現在に至るまで行われているほか、2002年までは、プロ野球公式戦も開催された。特に、プロ野球では、秋田県南秋田郡若見町出身の落合、博光が、現役時代、ロッテオリオンズに在籍していた頃には、ロッテ主催のパリーグ公式戦がほぼ毎年、開催されていた。しかし、当時のフィールドは、 両翼九十メートル、中堅百十二メートルと非常に強碍で、プロ野球公式戦開催企画よりも十メートルも狭く、特にプロ野球では本塁打が多数出るなど問題になっていた。このため、秋田市では、球場の完成五十周年に合わせて九百九十年に外野拡張、スコアボード改築など大規模な改修工事を実施し、九百九十一年シーズンから、 共用再開、両翼100メートル、中堅122メートルのプロ野球開催企画に適合するフィールドを備える野球場となった。なお、八橋球場は、この改修工事のため1990年シーズンは全面閉鎖となったが、同年予定されていた、パ公式戦、ロッテオリオンズ対近鉄バファローズ戦は、旧は北県立球場で、 大体開催された。プロ野球公式戦では、ロッテのほか、オリックスブルーウェーブ、広島東洋カープなども主催試合を開催していた。しかし、八津橋球場は、会場当時のスタンドを増改築しながら、強要し続けたものであるため老朽化、共愛化が著しく、また、幹線道路に面しているため大規模な増改築や、プロ野球のナイター開催に対応できる照明設備を、 追加設置するのが困難な状況だった。また、八津橋球場はバックネット裏のメインスタンド1.3塁側の内野スタンドの前席がいわゆるチョイスのベンチ席となっているため、プロ野球などを開催するにも座席の設定に指定席を設けることができなかった。このため近年のプロ野球公式戦では内野スタンドは前席自由とされたケースがほとんどだった。 さらにロッカールームなどメインスタンド内の所室が非常に狭いため選手がスタンド外で着替えを強いられることもあったほどでこうした八橋球場の設備不備はプロの選手、コーチスタッフからも非常に不評であったこのように八橋球場は次第にプロ野球を開催するにはそぐわない状態となりつつあったこうした中 県内の競技団体や市民団体が市に対し八橋球場の改築や新たな市営野球場の整備、さらには移動証明者によるプロ野球、J リーグのライター開催を求め、署名や募金活動を行うなどといった動きも見られた。2003年、県が市街地西川の向浜地区に秋田県立の球場を完成させた。 同じく老朽化が進んでいた旧秋田県立球場に変わる施設として整備したもので2万5千人収容でプロ野球にも対応できる照明設備が設けられた。これに伴い八津橋球場では2002年シーズンをもってプロ公式戦の開催を終了。以後は高校、社会人などアマチュア公式戦や一般利用などに強用されるようになった。しかし、 八橋球場の老朽化、共愛化は著しいままで、アマチュア公式戦を開催する上でも問題点が数多く、また2007年開催の第62回国民体育大会の会場として使用することもあり、抜本的な対策が求められていた。このため、市は2005年の全国高等学校野球選手権、秋田大会終了後から大規模な改修工事を実施した。 メイン1・3三塁側スタンドを全面回収し、外装補修のほか、ロッカールームなど書室も拡充された。またスタンドの座席を全て交換した上で、設置方法も改善して、通路を拡幅し、トイレなど、スタンド内各所にスロープを設置するなど、バリアフリー対策も取られた。またスコアボードも、 次期反転式に改修されるなど、施設拡充が図られ、2006年シーズンより強要を再開した。なお、この改修に伴い収容人員は19,560人から16,421人に減少した。2015年11月に命名権を秋田伊佐信奉者が取得し、2016年4月1日より3年間の契約期間で、 先駆け八橋球場の愛称が使用される2017年5月16日、東球場自体は15年ぶりに東北楽天ゴールデンイーグルスの投球場での主催試合としては初めての開催となるプロ野球公式戦が開催される予定であった。球場は交通量が多い三大大通りに面しているため球場外に出たファウルボールが人や車に当たることが懸念されており球団側は 当初安全対策として、大通り側に複数のクレーン車を配置し、伸ばしたクレーンの間にネットを張って対応する方針だったが、強風時にクレーン車がネットごと倒れる恐れが拭えないとして、秋田県立の球場へ変更となった。観客の負傷事故1981年5月23日に開催された近鉄バファローズ対西ブライオンズ戦で、近鉄の島本公平の打った。 ファウルボールが観客の顔面に当たり、3針を縫う負傷事故が起きた。観客を多く入れたためにボールを避けきれなかったことが原因であった。カネダ VS トレーバー1991年5月19日のロッテ対近鉄戦では、ロッテ、その川和美の内角攻めに激行した近鉄、ジムトレーバーがその川に暴行を加えたのをきっかけに、両チーム入り乱れての大乱闘に発展。 トレーバーは暴力行為で退場処分を受け、一旦乱闘は収まった。ところが収まりがつかない、トレーバーは再び月光するや、一塁側のロッテ・ウェンチェ・モート・止めに入らんと、再び両チームがとっさに駆け寄ったが、トレーバーは勢い余ってバックネット付近で前のめりに転倒。この際、ちょうど転倒した場所にいたロッテ監督、金田昭一が、 とっさにトレーバーの顔面に蹴りを入れた。しかし審判から、この一部始終は見えなかったためか、金田は、不問とされ、退場者は、トレーバー一人だけだった。移動証明者購入構想を秋田市でのプロ野球、J リーグのナイター開催を目指す、市民団体、市民の手でナイターを実現させる会は、1995年3月から1998年6月に、 かけて募金活動を行った。これは、八橋運動公園内の野球場と陸上競技場に移動証明者による簡易ナイター証明を導入しようというもので、団体がまず市民、県民からの募金により1億円を集めて証明者を1台購入し、さらにプロ野球開催に必要な5台分の購入を秋田市に働きかけるというもの。 募金開始から1年9ヶ月後の1997年12月の秋田市議会では募金額は約2、0円と秋田市の教育長から答弁されている。しかし安全性やランニングコストの問題がネックとなったこと、さらには J リーグ公式戦開催スタジアムの要件緩和、それに秋田県建の球場の建設計画が具体化するなどしたため、その後は 募金額が伸び悩み、募金は結局2034万6914円で打ち切られ、集まった募金は全額、秋田市体育協会に予託され、プールされた。この2、例円余りは2004年、八津橋運動公園の多目的グラウンドに、照明設備を設置する費用の一部として活用された。二千四年二月の秋田市議会で、市長の佐竹高久は、 運動公園の照明設備の設置を、照明に関する市民寄付金を活用して整備すると述べている。これら3つの値は交渉であるが、他の球場と比較すると数値が合わない。広島市民球場の数値が近いため、グラウンド面積は1990年の改修以前のものと思われる。詳細は、秋田市厚橋運動公園球技場アクセスを、 参照、ありがとうございます。